青コーナーよりローキー入場。さあ、驚異のミラクルファイターローキーがオーラを撒き散らしながら入ってまいりました。赤コーナーよりシューティングスターに願いをかけろ、丸藤直道入場。テレビ さあ、才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。丸藤くん、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。丸藤、青コーナー175センチ95キロローキー、ローキーローキーローキー。赤コーナー176センチ88キロ、丸藤なおみち。レフリー、田山正夫。ローキー、沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。起こします。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。あっと、そのまま倒します。的確なドロップキックです。組み合います。ロープに振ってドロップキックを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。フロントからのキック、顔面に突き刺さります。足を狙ってまいります。あっと、キャッチした。切り返し素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。あっと、浴びせ蹴りだ。さあ、膝の故障から見事復活を遂げました天才児丸藤直道。その華麗なる空中殺法はリングにきらめく流れ星といったところでしょうか。シューティングスター丸藤よ、リングをプラネタリウムに変えてくれ。行くのか。あと返します。ラフ殺法に転じます。顔面を蹴り上げます。抱えます。エルボーを入れていきます。逆水平を打っていきます。ストンピング、蹴りつけてまいります。レトロ調の技を繰り出してまいります。ガードします。ラリアット投げ倒し、起こした。背後を取り返す。投げっぱなしのジャーマンスープレックス。立たせていく、ジャンピングしてのエルボー。
持って、フットスタンプ踏みつけ、いけるか、あっと切り返した、容赦のないトラップキック、天候捉えましたよ、虚空を見上げたか、ジャンピングエルボー、首根っこを掴んだ、エルボー強烈、腕をフックした、リネットを落とす、ダブルアーム、引き起こす、ハイキック、あっと顔面踏みつけ、引き起こす、組み合った、逆に返した、起こした、強烈なキック、抱えた、キック抜くのか、蹴り上げていく、引っこ抜きか、蹴っていった、頭を掴んで五臓六腑に染み渡る、コッポー流の浴びせ蹴りか、あっと逆に切り返した、首をかっ切るのか、抜くのか、打たせない、モンゴリアンを打ち込む、あっと逆に捉えた、足を打ちつけていった、ジャンピングエルボー、抱き起こす、トップロープを奪う、トップロープからミサイルキック、すごい顔で打つ、バックに回った、クロスアームスープレックス、ガジェット組み合った、タックルで倒した、あっとキャッチした、バック当たって、ダルマ式のジャーマンスープレックス、掴んだ、10分経過、エルボーを入れていく、トップロープを狙う、ジャンプしてのフットスタ